指すのベル。この中でどれが一番好き？せーので指さそう。オッケー。了解。せーの。あなたが好き。付き合おう。何この虚無感、不倫目撃に耐える。嘘。タエちゃん、この不倫は内緒にしてくれる？これを渡せばいいでしょ。いやいや、そんなのもらえないよ。いいから受け取って。お願いね。お金じゃなかった。電気屋さんに耐える。何の商品をお探しですか？小型冷蔵庫を探しているところです。あー、でしたらこちらのロボットがおすすめです。なんとここを開くと中が冷蔵庫になっているんです。え？ちゃんと冷えてますよ。ほら、めっちゃ寒がってるでしょ。得体の知れない商品進めてくる。小型とはいえ結構たくさん入るんですよ。あ、いた。やめ。入れるとき声出してくる。なんとこのロボット会話ができるんです。ちょっと話しかけてみてください。こんにちは。あ、はい。私タエコって言います。いや、あなたの名前は別に聞いていないので。え？まあ冷蔵庫ですからね。態度も冷たい、こんな金魚に耐える。よし、破れないように頑張るぞ。自ら破りにかかってくる。優しい子供に耐える。お姉ちゃん、荷物運ぶの手伝ってあげる。いいの？ここまでで大丈夫だよ。ありがとうね。いいえ。そうだ、よかったらこれお駄賃あげるね。東京都の最低賃金知ってる？かましてくる。こんな後輩に耐える。タエコ先輩、すみません、荷物が多くて運ぶの手伝っていただけませんか？全然いいよ。荷台として扱ってくる。馬チキあと一つだ。ラッキー。馬チキください。はい。お、馬チキ食べたかったのにな。後ろから圧かけてくる。やっぱりアメリカンドッグください。いや、アメリカンドッグも捨てがたいな。じゃあ焼き鳥。焼き鳥もありだな。すみません、やっぱり何もなしで大丈夫です。いや、お姉さん優柔不断っすね。いいよ、私じゃなくて。何にされますか？マルボロメンソールライト以上で。フード買わんのかい。アパレル店員に耐える。こちら可愛くておすすめです。いいですね、これください。199,000円になります。え、高っ。マネキンも買わせてくる。おーおー、集中攻撃に耐える。イルカショー、こんな同僚に耐える。今日で私会社を退職するんだ。そっか、寂しくなるね。おい、さっき君たちがやった仕事ミスしてたぞ。気をつけろよ。すみません。グダグダうるせえな。私たちに偉そうな口聞くんじゃねえ。どうせ辞めるからめちゃくちゃしてくる。自販機の故障に耐える。あー、喉乾いた。サイダーでも飲もう。おしるこ出てくる。あれ？ってことは逆におしるこを押したらサイダー出てくるのかな？おしるこ出てくる。あれ？当たりそう。当たれ！やった！おしるこ出てくる。どうやったらサイダーが飲めるの？サイダーチャンスです。え？ボタンを連打してください。連打？ふぬー、サイダーだ。はやった、やっと喉を潤せる。あれ？おしるこ味、メールの誤字に耐える。あ、丸抜商事の山田さんからメールだ。来週水曜日でしたらお伺いすることが可能でござる。ござるって、誤字っちゃったんだろうな。翌日。どうも、丸抜商事の山田でござる。え？誤字った責任として今日はこれでいきます。誤字に合わせてくる。おー、こんな後輩に耐える。はい、お待たせ。ありがとうございます。二人ともいつも来てくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ。サービスで二人とも唐揚げ増やしておいたよ。わー、嬉しい。すみません、髪の毛入ってるんで作り直してもらってもいいすか？容赦がない、ラーメンの虫に耐える。あ、ラーメンに
虫が入ってる。あのすみません、ラーメンに死んだ虫が入ってるんですけど。申し訳ございません。すぐに代わりの生きた虫を持ってまいります。いや、虫はいらない。どうぞ、ヘラクレスオオカブトです。めちゃんこいい虫持ってくる。そうじゃなくて、あのちょっと店長さんを呼んでもらえませんか。はい、すぐに生きた店長を持ってまいります。死んだ店長じゃなくてよかった。お待たせしました、ヘラクレス王店長です。どうも。いや、ヘラクレスカンゼロのただのおじさん。代わりのラーメン持ってきたから、これで文句ないっしょ。態度の悪さヘラクレス級、まずさもヘラクレス級。屋上での説得に耐える。もういい、飛び降りてやる。待って、何があったの。もう寂しくて生きていけないの。だってもう2年間も彼氏ができないのよ。いや、私2年以上いないですけど。しかも給料まで下げられて、手取り14万円よ。いや、私13万円。しかも永久脱毛したのにすね毛がうっすら生えてくるし。いや、私がっつり生えてくるけど。胸も B カップだし。私 A カップ。視力は 0.3 しかないし。私 0.1。 歌うのだって下手だし。絶対私の方が下手。もう飛び降りるしかないわ。待って、全部私の方が下回ってるから、飛び降りる必要なんかないよ。確かにな。解決してよかったです。こんな男性に耐える。え、嘘、本当に。すいません、サインもらっていいですか。え、私有名人じゃないですよ。いや、そうじゃなくて、ここの連帯保証人のところにサインを。関係値ゼロで頼んでくる。おー、こんな数字に耐える。私だけ砕けてない。おー、旅行の計画に耐える。来月の旅行だけど、箱根と熱海どっちがいい？今みんなにアンケート取ってるんだ。そうだな、私熱海がいい。了解。大ちゃん以外の4人はみんな箱根だったから、箱根で進めておくね。オッケー。無駄な時間、こんなモノマネに耐える。めー、すごい、ヤギだ。リアル、似てる。じゃあこれはわかる？何かの音真似？壊れた掃除機。ぷー、正解は寝ている時のタエちゃんでした。私無呼吸だった。おー、このおばあさんに耐える。おばあちゃん大丈夫？荷物持ちますよ。でも重いよ。全然平気です。でも中身これだよ。ふぬー、なぜかボーリングの球運んでた。じゃあ行こうか。え？生きるか死ぬか、こんな飛行機に耐える。生まれる。え、CA さん。大変だ。お客様の中でどなたか画数に詳しい人はいませんか。今名前はどうでもいい。お客様、フィッシュはビーフ。ビーフで。今はどうでもいい。もう見てられません。僕は専門家です。奥さん、いいですか？まず画数っていうのは。画数に詳しい人。もうダメだ。誰かお医者様はいませんか？あ、はい。私元医者です。最初から言えよ。休憩室に行ったけど大丈夫かな？あ、戻ってきた。大丈夫でしたか？はい。トイレ行ったら治りました。ただの便秘の腹痛。こんな男性に耐える。あれ？あの人ずっとエレベーターを開けてるな。あの、1階に降りたいんですけど使えますか？すみません、階段で降りてもらっていいですか？え、何かあったんですか？はい、さっき取引先の人が1階に到着したんです。でもそいつのこと嫌いなので、エレベーターを止めて階段で登らせてやろうかなと思って。新手の嫌がらせ。おー、こんなミュージシャンに耐える。私だけサインが適当。おー、集合写真に耐える。出席してるのに右上に載せられる。ダイエット動画に耐える。最近太ってきたし、ダイエット動画でも見ながら運動しようかな。今日は特別な道具がいらない簡単なダイエット法を教えます。使うのはどのご家庭にもあるマンホールの蓋一つだけ。ありません。
まずは大きく腕を上げながら肩幅に足を開いてグッと曲げてください。これを10セットですね。口頭で説明してくる。それでは次の運動です。まずこういう体勢でスマホを持っていただき、チャンネル登録ボタンを押す運動です。登録者を増やそうとしてくる。私はこのダイエット法を半年間続けた結果、なんと15センチも髪の毛が伸びました。まあまあ伸びるの早め。こんな愉快に耐える。間違いない、この写真は私の娘。ん？まさか娘が誘拐されるなんて。え？くそ、一体どうすれば。大丈夫ですか？警察に通報しましょうか？いや、違いますよ。え？漫画を読んでるだけなんで。声に出して読むタイプ。おー、こんなサウナに耐える。ここのサウナ、最近空いているのよね。へえ、いいお店なのに。なんか出るって噂になってからお客さん減ったらしいの。え？好きで通ってたのに、ほんと申し訳ないわ。え？サウナなのに冷や汗、こんな医者に耐える。診察の結果、あなたの病名が分かりました。はい、風邪です。ドラムロール流してくる。風邪の予防を4つにまとめました。順番に発表していきましょう。1つ目はうがい、番組みたいにしてくる。2つ目は手洗い、3つ目は睡眠、4つ目は何この効果音。毎日耐えて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 、タタ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 タ、エコの日常。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱ何でもないです。